キンマンキンマンの登場人物悪魔超人7人の悪魔超人バッファローマン岩手県宮古市にある太郎野球場三陸鉄道キットド,ドリームスのマスコットキャラクターとしてバッファローマンが描かれているバッファローマンはゆで卵の漫画キン肉マン及びその続編筋肉マン通夜に登場する架空の人物バッファローをモチーフにした超人である 初登場は七人の悪魔超人編。地獄から来た七人の負けより、あまりの強さと残虐さのために、超人オリンピック委員会から宇宙の果てに追放されていたという、七人の悪魔超人のリーダー。身長2メートル50センチ、体重220キロと波の超人たちを遥かに凌駕する曲であり、テクニックよりもパーに物を言わせた、ファイトスタイルが特徴で、 脱出困難とされている技でも、強引に外せるほど。一方で正確には、合法な中に冷静沈着な面もあり、試合中に熱くなっても、場外乱闘は好まない。また、相手のスタミナの消耗を誘う戦術を取ったり、対抗策に出た相手の裏まで書いて、新必殺技につなげたりと、試合合車者でもある。悪魔超人ではあるが、戦いにおいては残虐ながらも、 正面からの堂々としたファイトを重んじる。筋肉マンとの戦いの中で正義の心に目覚め、一度死亡するが後に正義超人として復活を果たした。また作中で敵勢力を率いた悪役としては珍しく、敗れた味方や共闘者についてもその働きを認め、敗戦を罪に問い制裁することもなかった。男気もあり、悪魔超人の蝶である。 悪魔将軍や最高幹部である悪魔6騎士リーダー、アシュラマン、そして他の7人の悪魔超人のメンバーからも、一目置かれ、悪魔騎士に昇格できるだけの6騎士とも、互角以上の実力を持ちながらも、前線部隊を好み、平悪魔としての立場を貫き通した。両の側頭部から突き出た2本の巨大な湾曲した角、ロングホーンが特徴。ダイヤモンド並みの高度を誇る。 ロングホーンは作中に置いて何度も折れており、着脱式になっていたり、腕がちぎれた筋肉マンの腕の骨の素材として、担造されたことも。またアニメでは、根元から外し、ブーメランのように投げつけて使用したこともある。学研の図鑑、筋肉マン、超人では、哺乳類の仲間の中の玉ひずめ類の超人に分類されており、アメリカバイソンと闘牛の特徴を持つとされる。 作中ではそれまでに登場した超人たちを遥かに、しのぐ圧倒的なパワーを持つ強敵として描かれ、これを表現するために、超人強度という概念が導入された。バッファローマンの超人強度は千万パワーであり、これは直前の超人オリンピックで、筋肉マンの最大の敵であった、ウォーズマンの実に10倍である。千万パワーから1パワーまで、自在にコントロール可能で、 さらにレイパーにすることで体を身軽にし高速で動くこともできる。千万パワーに設定した理由は、初代担当編集者、中野和夫からの読者を驚かすには、インパクトがとにかく必要との教えが体に染み込んでいたためで、強さを数値化する超人強度の概念を考えた、当時の担当編集者、松井久志元からも、ちょっと高すぎると驚かれた。 作者のゆで卵によると、バッファローマンにプロレスラーのブルーザーブロディのイメージを持っているという。ゆで卵は大柄なブロディと小柄なジミー・スヌーカのタックをメイコンビと考えており、それを意識してバッファローマンにはスプリングマンやモンゴルマンなど小柄なキャラクターをタックパートナーに割り当てた。ゆで卵は自分の意見に従う新年の男。 なるべく全身を描くことでその力強さや迫力をしっかり表現していきたい超人の筆頭を投票している。バッファローマンはその昔流星を誇ったバッファロー一族の唯一の生き残りである。一族は筋肉族と肩を並べるほどの繁栄を見せていたが、権力闘争に明け暮れる打ち衰退し、一人残ったバッファローマンは長い放浪の末に地球へとやってくる。 かつては、ウォーズマンと同じ超人強度100万パワーの超人であり、技やテクニックに欠けるため超人格闘会では三流超人だった。技、テクニックを圧倒する絶対的パワーを欲し、大魔王サタンに自らの血を売り、正義超人から悪魔超人へと転身。その代償として、サタンに一人の超人を倒すごとに1万パワーを与えると約束され、 その言葉に従い千人の超人を倒し千万、パワーを手に入れた。無敵のパワーを手に入れ、早いところ、悪魔六騎士にならんと絶望し、悪魔超人として残虐の限りを尽くす。見かねた、超人委員会が動員した、宇宙警察と十万人の超人により、バッファローマンを含む七人の悪魔超人は、超人ホイホイに遊兵され、宇宙の果てへ追放される。 超人ホイホイのロックが偶然から外れ、バッファローマンたち7人の悪魔超人は地球に帰還する。悪魔超人の強さを世に知らしめるため、ファンカンシャデーに乱入し、超人オリンピック部位にチャンピオンのキンマンに勝負を挑んだ。キンマンが逃げ腰で勝負を受けようとしなかったので、キンマンのお目付け役の少年、ミートの体を7つに分断し、人質とする。この、 ミートの体を分断した技については、原作担当の島田隆によると、悪魔霊術か何かのすごい技とのこと。筋肉マンがステカセキング、ブラックホールを破った後、悪魔超人5人対テリーマンらアイドル超人5人との戦いとなり、バッファローマンは田園コロシアムにて、ウォーズマンと対戦する。先の超人オリンピック決勝で、ウォーズマンが筋肉マンを、 ギブアップ寸前まで追い込んだ必殺技パロスペシャルをも力任せに外してしまうなど終始ウォーズマンを圧倒したウォーズマンは騎士改正のスクリュードライバーを放つがバッファローマンはこれもかわし左のロングホーンを一本折られるにとどまっている直後に必殺のハリケーンミキサーを決めバッファローマンが勝利する死し,してなおファイティングポーズを取り立ったまま越された 坊主マンに対し、敵として会いたくなかったぜと言い残し立ち去った。筋肉マン対アトランティス戦では、ほぼ勝ちの見えた筋肉マンに対し、フィニッシュホールドとして、筋肉バスターを出す、よう要求する。バッファーローマンの要求に関係なく、筋肉マンは、筋肉バスターを出さざるを得なくなるが、これを見て、筋肉バスターを破る方法を編み出す。他のすべての悪魔超人が破れ、 最後の一人となり筋肉マンと約30分の首都を繰り広げる。完璧な必殺技と思われていた筋肉バスターを破ったことに始まり、数々の能力で筋肉マンを苦しめる。戦いの最中、互いを認め合った二人の間に友情が芽生えかけるが、握手を交わそうとした瞬間、千万パワーの源である、サタンにバッファローマンは心身とも支配され、体の色が赤くなり胸に、 サタンの形が浮かんだ変身体となり、筋肉マンのマスクも狩ろうとするようになる。最後の大勝負として、筋肉マンのカジバのクソ力を吸収するもパワーの大きさに体が耐えきれず、文字通り全身が火事となり、やむを得ずカジバのクソ力を筋肉マンに戻し、それにより復活した筋肉マンのダブル筋肉バスターを受けて破れる。そして、 ミート救出のタイムリミットが迫る中、力尽きて倒れた筋肉マンに代わり自らのロングホーンを追ってミートを救い出した。筋肉マンらと次に会う時は正義超人の仲間入りをすることを約束して去るが敗北した悪魔超人の定めである悪魔の制裁として上空から降ってきた折れたアンテナで背中を貫かれる。そして助からないことを悟り、 残った300万パワーを使って7人の悪魔超人との戦いで死亡した、ウルフマン、ロビンマスク、ウォーズマンを蘇らせ死亡する。死体は悪魔騎士により残首され、銅塚に放置された。アニメでは逆に、筋肉マンから火事場のクソ力を注入させ、オーバーヒートを引き起こさせダメージを与えた後、パワーを吸収し返すという荒行を見せた。 最後は新筋肉バスターを受けながらも反撃に出たバッファローマンと壮絶な技の掛け合いを空中で展開し筋肉バスターによって越された。最終的に正義超人入りを決めたバッファローマンであるがシリーズ開始当初は悪魔超人のままで終わる可能性もあったとゆで卵は後に語っており当時の担当編集者 松井がふと言った、バッファーローマンって絶対にいいやつだと思うんだよなという言葉がずっと心に引っかかっており、悩んだ結果改心させることにしたという。当初は顎ひげを生やしており、すぐに亡くなっていたが、アニメ版では、ウォーズマン先終量まで生やし、膝のニードルは筋肉マン戦で加わった。バッファーローマンを含めた七人の悪魔超人は、悪魔騎士により斬首され、悪魔騎士の一人、 アシュラマンはさらにその死体から腕を奪って自分のものにしていたがバッファローマンの腕だけはもぎ取ることができずそのまま死体捨て場に放置されていたテリーマン対アシュラマン戦で両腕を失ったテリーマンに突如バッファローマンの両腕が現れピンチを救ったその後悪魔将軍の力によって復活する義理を果たすため筋肉マン対アシュラマン戦で一度は アシュラーマンのセコンドに着くが、その戦いが終わると約束通り正義超人の仲間入りを宣言する。筋肉マンが新必殺に筋肉ドライバーを編み出すまでの間、悪魔将軍を足止めする役目を負った。この時、バッファーローマンは突如髪の毛を取り去り、実はスキンヘッドでカツラを着用していたことが判明し、読者を驚かせた。これは、 バッファローマンの決意の現れであり、インパクトのあることをして、正義超人に生まれ変わったことを示す目的であったと、ゆで卵は語るが、当時の読者の評判は非常に悪かったという。学研の図鑑では、けじめのため一時的にソリスキンをヘッドにしていたという説が現在では主流だと解説されている。医務室からリングに戻る以降、後の戦いでカツラを取ることはなかった。 筋肉マン対悪魔将軍戦では、試合終盤に乱入し、悪魔将軍と同じ千万パワーであることを利用して、実体を持たず打撃の効かない、悪魔将軍に技をかける、唯一の方法として彼と合体し、筋肉マンに技をかけさせた。筋肉ドライバーが決まり、筋肉マンの勝利を確認するとともに力尽きるが、直後、黄金と銀のマスクが一体となった。 完璧のマスクの力により持ち直した。第2回超人人気投票では、第3位にランク入りしている。夢の超人タッグ編において、ベテラン超人としてのインサイドワークに魅力を感じ、正義超人、モンゴルマンとタッグチーム、2000万パワーズを結成。宇宙超人タッグトーナメントに出場。本シリーズでは、たけしの字をあしらった肩当てを右肩につけており、これは、モンゴルマンの、 当の字の型当てと同一のデザインのものだが、左右が逆向きになっている。パワーファイターであるバッファローマンは、技巧派の超人がパートナーにふさわしいと考えており、当初はブラックホールをパートナーにとも考えていたが、悪魔超人時代からソリが合わず、タックトーナメント時も会話を交わすことはなかった。一回戦、二回戦とも完璧超人と対戦となり、一回戦では、 乱入してきた完璧超人の偵察隊に本来の対戦相手だったモーストデンジャラスコンビを倒される。ブロッケンジュニアのけじめに応えるべく乱入コンビを迎撃。主に自身が矢表に立ちかなりのダメージを負うが相手の狂気攻撃から彼らが完璧さを保てていないとみてロングホーントレインで撃破する。試合途中で攻撃が的確なほど それを外した時の動揺も大きいと、完璧超人の弱点を指摘していた。二回戦のタイヘルミッショネルズ戦では、両対戦相手を一時パワー切れに追いやり、筋肉マンたちとの友情も回復したが、マグネットパワーの前に次第に追い詰められていき、雷を投げつける技、サンダー・サーベルからスタミナ切れのモンゴルマンを守るために、自ら平い割となり、倒れて、昏睡状態となった。 この犠牲について、筋肉マングレートは、モンゴルマンの怒りのパワーにかけた作戦と推察していた。バッファローマン自身も、全正義超人の友情回復と、モンゴルマンを守る途中で受けたパートナーに選んで、本当に良かったの言葉を、心の支えに犠牲を厭わなかったが、ネプチューンマンからは、友情にうつつを抜かさなければ、良い完璧超人になれる素質があったものをと評される。 なお、試合中、モンゴルマンが金網に怯える場面で、モンゴルマンの正体がラーメンマンだと気づいていた。敗退後、モンゴルマンの救出のために乱入した筋肉マンが左腕を切断され、その治療のためはファローマンのロングホーンが新たな骨の素材として使用された。ロングホーンの埋め込まれた左腕には千万パワーが宿り、ラリアアートの一撃でネプチューンマンの胸をえぐり、 場外転落阻止を試みた、ビッグザ、ブドウモロトモリング街に吹き飛ばし、マグネットパワーを封じるための鍵にもなった。終盤に行われた第3回人気投票では1位にランクインしていた。全シリーズでの渾水状態からは回復したが、ロングホーンだけは引き続き失われたままで、頭には包帯を巻いての登場となった。筋肉マンソルジャーにスカウトされ、アシュラマンと共に、 ドイツのブロッケンジュニアの屋敷を訪れる。当初はブロッケンジュニアやアシュラマンと共に筋肉マンへの友情からソルジャーからのスカウトを拒んだが直後にソルジャーの筋肉マンとは違う人柄に魅了され残虐チームの一員となる。大い争奪サバイバルマッチ準決勝でソルジャーやブロッケンジュニアと共に筋肉マンスーパーフェニックスやマンモスマンやプリズマンの 地勢チームと関ヶ原上空に浮かぶ立方体リングで6人タッグマッチを戦う。試合中、ブロッケンジュニアとプリズマンの死闘が佳境を迎える中、キンマンからロングホーンを返されて再装着したことで完全復活を果たす。ブロッケンジュニアの選手後、マンモスマンとの一気打ちとなり、ロングホーンを上回る威力を持つマンモスマンのビッグタスクに一時は怯えたが、 ソルジャーから教えられた、誠、友情パワーで恐怖を克服。それにより編み出した、真偽、超人十字架落としを、マンモスマンに炸裂させ、ソルジャーに成長を認められる。ソルジャーの秘密が書かれた、予言書のページを守り抜くためにも戦い、マンモスマンにバッファローボムを炸裂させる。フェニックスに組みする、邪悪の神々の介入で立方タイリングが、 真下の合体格登場に向けて落下した際には、自らが支える。その状態から、バッファロー大王を含む、バッファロー一族の悲劇を語り、残った三人の筋肉族多い継承者たちに、バッファロー一族の悲劇を繰り返さないでくれと叫んだ。その後、最後の力で立方体リングを元に戻すも、自らはこと切れイブキさんの谷底に消えていった。しかしバッファローボムを食らわせた。 マンモスマンは倒れておらず、これがソルジャーの敗因となってしまう。予言書の内容からソルジャーが筋肉マンの兄の筋肉当たるであることを参加者たちの中でいち早く知った際には当たるに筋肉マンと兄弟仲良くなと言い残している。大い争奪戦終了直後、筋肉マンのフェイスフラッシュにより復活を果たした。第4回人気投票では5位。アニメ版。 筋肉マン筋肉性大井争奪編では赤いロングタイツに背中にバッファロー一族の紋章が描かれた赤いトゲ付きのプロテクターを着用していた。筋肉マンが第58大筋肉性大王に即位し平和を取り戻した地球を見届け筋肉性に帰還した後、地球では正義超人、悪魔超人、完璧超人の三属性超人不可侵条約の締結式が行われ、 テリーマンが正義超人代表として条約に署名する。その数日後、宇宙超人タックトーナメントで撃退した完璧超人の本体である完璧無料対数軍が条約の撤回のために地球に襲来する。バッファローマンはメディカルサスペンションによる肉体治療から他の正義超人より一番に解放された後、悪魔将軍によって、 リーダー不在の7人の悪魔超人の精神的支柱、及び完璧超人殲滅の切り札として呼び戻され、かつての仲間である悪魔超人たちと合流。スプリングマンと共に東京ドームに現れ、正義悪魔超人連合軍と完璧、無料対数軍との全面対抗戦、第一戦を観戦する。この戦いでは悪魔超人として参加しており、 トリーマンとの再会の握手を拒むなど正義超人を冷たく突き放している。しかし、敵対の意志はなく彼らを完璧超人殲滅の巻き添えに住まいと考えている。鳥取砂丘、サッカラ階段ピラミッドリングで行われた全面対抗戦第2戦では第5ステップでターボメント戦うが、自分が戦っていた木澤橋が崩落し、下の第四ステップで戦っていた。 スプリングマンと完璧超人グリムリパーのリングにターボメントもども流れ込む。そして急遽、スプリングマンとタッグを組み、タッグチーム、ディアボロスを結成。ターボメントグリムリパーのジョン・ドーズとタッグマッチで戦い、劣勢に立たされながらも悪魔同士の友情パワーにより、スプリングマンと共にターボメンを撃破。スプリングマンが倒れた後は、グリムリパーとの一騎打ちとなり、 バッファローマンのパワーの根源を探ろうとするグリムリパーに必要にいたぶられるが、覚醒し8000万パワー以上の超人強度を発揮して、グリムリパーを破り勝利する。しかし極端に手応えの薄いグリムリパーの死に方に疑問を感じていた。悪魔6騎士と完璧超人思想の戦いでは、プラネットマンとグリムリパーの正体であるサイコマンの対戦に駆けつけるため、ブラックホールの力で、 スペインのサグラダ・ファミリアへ転移した。再び、かつての悪魔超人として参戦中のために、表面上は、ブロッケン・ジュニア、ら正義超人たちを冷たく突き放すが、それは彼らを悪魔の論法の巻き添えに住まいという配慮であると、ザ・忍者の態度を見たブロッケンにはその信念が明確に感じられた。そして再び、ブラックホールの力を借りて、国立競技場へワープする。 そこに現れた、許されざる世界中のサイフォンリング1階にて、7人の悪魔超人の死でありき教官だったスニゲーターのアダ、ガンマンと交戦する。エルクホルン VS ロングホーンの対決となり、ガンマンの圧倒的なパワーの前に歯が立たず劣勢に、立たされるが、悪魔将軍の助言を受け迷いを評価。悪魔としてではなく、自分らしいファイトを展開する。右のロングホーンをへし折られつつも、 己の全力を振り絞った、信号に、ハリケーンギガブラスターを放ち、ガンマンも迎え撃とうとするが、自らの目で信頼する、ザマンの変わり果てた姿を見たことで、一瞬の隙が生まれ、逆に迷いを破った、バッファローマンが勝利した。当初は、スニゲーターのことすら覚えていなかった、ガンマンに怒りをきたすが、戦っているうちに心を通い合わせていた。そして、シルバーマンが、 サイコマンに勝利して、最後の始祖のダンベルである、雷のダンベルを手に入れると、岩盤から入手した土のダンベルを悪魔将軍に投げ渡した。そして、甲子園球場での筋肉マンとネメシスとの試合では、サンシャインと共に悪魔将軍の傍らにおり、引き続いてのエアーズロックでの悪魔将軍と超人炎魔との試合でも、サンシャインと共に悪魔将軍のセコンドを務める。 魔界の宮殿で、サンシャインたちと一緒にいたところを、大魔王サタンの張った結界によって閉じ込められる。しかし、関ヶ原で、ジャスティスマンが実体化した、大魔王サタンの実体を粉々に砕いて勝利した、ことで、結界は解除された。ソ連シャウレイの十字架の丘のリングで超新ザナチュラルに敗北して、致命傷を負った、サタイクロスコとサムソンが息を引き取った直後に、 ザ忍者と共に到着して、筋肉、当たるから超人たちに対抗するために、超人血明軍の血明の理念を示すべきだと告げられ、超人血明軍を再結成、再加入する。人気投票企画、筋肉マン超人総選挙2013では5位、筋肉マン超人総選挙2015では6位、筋肉マン超人総選挙2017では7位。 キンマン超人総選挙2019では7位にランクインしている。時系列上、夢の超人タッグ編と、筋肉性大い争奪編の間となる。ザ・最高超人の挑戦編では、キンマンの宇宙超人タッグトーナメント優勝の祝賀会に招待されるも、ザ・最高超人軍団が襲来。最高超人軍団4天皇の一人、力の軍団と戦い、勝利する。 なお本作においては、切断されたはずのロングホーンが付けられた状態で登場する。アニメ一期の最終章にあたる、地獄の極悪超人編では、筋肉マンラーと共に、真の正義超人の証明であるマッサイヨシの剣を受け取るべく、正義超人発祥の地といわれる、金木星へ行く。しかし、その場に現れた裏超人界の超人、極悪超人と正義の剣をめぐって、 戦うことになる。本シリーズにおいては、元は極悪超人であり、リーダー格ダーティバロンとは、偽形邸であったと設定され、戦いの中、極悪超人側の用意した黒いロングホーンをつけられ、極悪超人に戻る。この時、退職が悪魔超人時代同様に好調し、顔が紫色になる。ウォーズマンによると、黒いロングホーンは、 かつての2倍のパワーはあるという。溶岩の力を吸収し強化されたロングホーンにより、筋肉マンを容赦なく、痛めつけ、第3戦にて、ラーメンマンと戦うことになる。試合は極悪超人側の乱入により、ラーメンマンが人質になり、バッファローマンの勝利となる。最終戦では、筋肉マン VS ダーティバロンの試合に乱入し、極悪超人編最後の敵として、 キンマンと戦う。この戦いでは、バッファローマンは、筋肉マンの攻撃のエネルギーを吸収し、次第に強化されていく。しかしキンマンも、またカジバのクソ力を発揮し黒いロングホーンを折ろうと、奮起。ほぼ互角の戦いを演じていたその時、正義超人に味方した正義の剣が開い、バッファローマンのロングホーンが切断され、極悪超人の呪縛から脱し、 正義超人に戻る。正義超人養成大学校、ヘラクレスファクトリーの鬼教官として、筋肉マンタローら新世代超人たちをしごいている。髪の毛はストレートとなり、口ひげ、あごひげを生やす。肉体はいまだ筋骨隆々としているが、若い頃のスタミナは失っており、第一期生の卒業試験ではそこを疲れて、テリーザキッドに敗北した。また、 第2期生の卒業試験では、ジェイドにも敗れている。超人オリンピックザ・レザレクション編では、伝説超人による特別エキシビジョンマッチとして、ラーメンマンと2000万パワーズを再結成し、同じく再結成した、筋肉スグルザ・テリーマンのザ・マシンガンズと対戦した。前世紀のような諸突猛進ぶりは影を潜め、ラーメンマンとスグルの戦いをテリーマンと共に、 お膳立てするなど控えめな性格になっている。新世代超人入れ替え戦決勝前夜祭りの際には、酔うと下品になることも明かされている。悪魔の趣旨編では、悪行超人しか通れないゲートバリアーを突破するため、大魔王サタンのジェネラルストーンを受け入れて一時的に悪魔超人に戻った。この際、ストレートヘアが筋肉マン時代の縮れ毛に変化する。闇上がりの状態で、 デーモンシード第一の四角コンステレーションの襲撃を受け破れ、万太郎のセコンドを一戦務めた後病院に搬送されるが、終盤見舞いに来たスプリングマンに肩を貸してもらいながら、アシュラマンの悲劇を告げるため駆けつけた。第1回キャラクター人気投票では第17位、第3回キャラクター人気投票では第5位にランク入りしている。時間超人によって改変された歴史では、 モンゴルマンと共に再び2000万パワーズとしてタッグを組んで戦う。顔にはモンゴルマンと同じく間取りを施している。ロングホーンはこの時点では筋肉マンの左腕に移植されており、両方とも失った状態だったが、筋肉マンの行為によりマッスルブラザーズヌーボーとの試合前夜に返却される。なおそのロングホーンは筋肉マンの肉体で熟成された。 ストロンゲストロングホーンへと強化され、試合では猛威を振るったが、ロングホーントレインを破られて、ロングホーンが切断され、最後は、マッスルブラザーズヌーボーの真痛プラトン、マッスルエボルシオンによって敗北する。その後、万太郎とカオスを認めて、ラーメンマンの片手を授けた。その後、病院に入院していたが最終回にて、 マンタロウが投げたトロフィー球根の破片を口に含み、ロングホーンが再生して復活する。当初ロングホーンに代わる、新兵器を用意したと豪語していたが、試合直前にロングホーンが返却されたため、何であったのかは不明のままである。またストロングストロングホーンはダメージを受けると、筋肉マンの左腕にも痛みが伝わる描写が見られた。第4回人気投票では14位にランク入りした。 第13話、好きなおでんは味の染みた卵に登場。本編同様、ヘラクレスファクトリーの共感である。DMP 残党の川根魔王と麒麟男にヘラクレスファクトリーに帰省を連れ去られてしまう。第1回キャラクター人気投票では第20位にランク入りした。劇場版での初登場は時系列女王金のマスク編の前となる第2作、 筋肉マンを奪われ、正義超人より、筋肉マンとの約束を果たし、正義超人に加入。ブラック軍団の一員、サタンプリンスに苦戦する、筋肉マンの前に現れ、サタンプリンスを一度に撃破する。第3作、正義超人 VS 古代超人では、イースター島で古代超人のストーンサタンに苦戦する、筋肉マンの前に現れる、古代超人の本拠地、 サタンタワーの戦いでは、筋肉マンたちと共に入場。部下を一掃するが、サタンキングの前に敗北した。第四作、逆襲宇宙隠れ超人では、他の正義超人と一緒にハイドラキングにさらわれた、ロビンマスク救出に立ち上がり、共に、ハイドラ星へ向かう。道中、ハイドラキングが、バッファローマンの弱点だと勘違いして仕掛けた猛牛の罠にかかるが、 これを手名付けて逆に気力を回復。ハイドラキングの部下の一人、ハイドラガンを撃破し、正義超人による合体儀、超人サザンクロスでハイドラキングを撃破する。第五作、春姿。正義超人では、世界武者修行の途中で、エジプトのピラミッドを見物していたところ、主天道この部下である、主天軍団が襲来し、筋肉マンを助けるために、 他の正義超人たちと共に、江戸時代へタイムスリップする。道中、ラーメンマンと2000万パワーズを再結成し、ザニオーの軍団と戦う。第6作、ニューヨーク危機一発。では復活した、悪魔将軍に吸収されるが、筋肉マンが悪魔将軍に勝利したことにより救出される。第7作、正義超人 VS 戦士超人では、 戦士超人にミートを人質に取られ、他の正義超人と共に仲間に頼りきりの筋肉マンにカツを入れるために注文したロングホーンができるまで動けないと芝居を打ち、筋肉マンの頼みを断る。その後、筋肉マンが窮地に陥った際に駆けつけ、7位の東後会にて戦士超人、マゴラカスと戦う。マッスルリターンズでは、 1> 第1回超人究極チャンピオンシップに出場。1回戦でカナディアンマン、2回戦でラーメンマンを破るが、準決勝で武器防衛にスリーパーホールドで破れる。筋肉マン VS テリーマンでは、テリーマン側につき、ウォーズマンと共にテリーマンのスパーリングパートナーを買って出たが、テリーマンの恋人、翔や夏子が重傷のために試合自体寸前までに陥り、また、 この名勝負は実現しないのかと悔しく思っていた。しかし、10分程度ではあるが、試合は行われ、ウォーズマンと共に、テリーマンのセコンドについた。29周年特別読み切り、筋肉マンの結婚式。では、筋肉マンとのガチンコスパーリングにて5番手を務め、筋肉バスターをリベンジバスターで返し筋肉マンに勝利する。なお、スパーリング直前、 4番手のウォーズマンに敗れた、筋肉マンに、4人目でようやく、ギブアップ化と中止を促していたが、週刊少年ジャンプ掲載時は、5人目とご記されていた。秋元治との合作である、超カ亀、正義超人亀アリ大集結。野巻においては、パトロール中神社の石道路を、ウェイトトレーニング用の器具と間違えて破壊したため、器物破損により、中川慶一により、 仮名あり公園前パー出所まで連行されている。最後には、筋肉マンラーと発出所の中で喧嘩をし、迷惑防止条例違反として逮捕され大原、大二郎にスリーパーホールドをかけられていた。筋肉マンコロシアムデスマッチでは3人の敵キャラクターの一人として登場する。筋肉マンマッスルタックマッチでは、8体のプレイヤーキャラクターのうちの一人として、バッファローマンが登場している。 パンチ力が高いが、足が遅い。必殺技は高速に突進する、ハリケーンミキサー。マッスルタックマッチのリメイク作品にあたる、筋肉マンツーよドリームタックマッチにも登場。体力が全キャラクター中最高に設定されており、レベル1技のハリケーンミキサーに加え、レベル2に超人十字架落とし、レベル3技にハリケーンミキサー、死のコースが追加されている。 ファミコンジャンプ英雄列伝では敵キャラクターとして登場する。ネプチューンマンと共に占いババの用意したに超人として主人公と対戦し、ハリケーンミキサーを使用する。筋肉マン通を新世代超人 VS 伝説超人など、筋肉マン通夜以後のゲームではタッグチームを組むキャラクターによっては特定のチーム名が付けられる。以下にそれを示す。 2000万パワーズを除いてはゲーム独自の名称である。末尾にをつけたものはキンマンジェネレーションズに登場するサタンに支配されたバッファローマンとの組み合わせ。キンマン通よ新世代超人 VS 伝説超人のストーリーモードではトレーニング中新世代悪行超人のスカーフェイスとチェックメイトが現れ悪魔超人に勧誘される。それを拒んだバッファローマンは 悪行超人軍団と戦う。すべての戦いが終わった後は、超人としても鍛え直してやると凄んでいた。筋肉マンツー与超人聖戦士では、使用キャラクターとして登場するが、7人の悪魔超人編のストーリー終了後に、悪行版黄金のマスク編終了後にて、正義版に変化する。聖悪を示す属性刑事が一定値なら仲間にできる。 主人公が選んだルートにより扱いが分かれる。以下に、それを示す。筋肉マンマッスルグランプリでは、バッファローマンの 2P カラーとして、サタンに支配された状態が登場する。マッスルグランプリ2では 3P カラーとして、カツラを外したスキンヘッドの状態が追加されている。ゆで卵の2人が、ゲスト出演した、時代劇、必殺仕事人 V においては、 仕事人志望の二人と梅太郎の必殺技を解説する紙芝居にふんどし姿で登場。橋の下のシーンでは二人の練習台であるかき割りの的としても登場した。岩手県宮古市の草野球チーム三陸鉄道キットド,ドリームスの公式ロゴマークに横向きのバッファローマンが描かれている。なおロングホーンは岩手県特産の短角牛にちなんでショートホーンとなり、 桜の柄となっている。2020年6月9日より株式会社キャステムの自社 EC サイトアイアンファクトリーにおいてバッファローマンの装着品バッファローサポーターを商品化したものが発売された。バッファローレザー製と合成比較製の2種が製作されている。なお、発売日はバッファローマンの誕生日にちなんでいる。その後、原作担当の島田が バッファローマンのサポーターの素材は鉄だと明かしたため、鋼の一種である、ステンレス構成の片で 3kg ある、バッファローサポーターも商品化された。ありがとうございます。